皆さん、こんにちは。ふたびとミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はコード進行を覚える秘密の2本目の動画でございます。1本目の動画では、コード進行を覚える秘密をマスターするためには4つの要素があるなんていう話をさせていただきました。コードの知識、ダイアトニックコードの知識、そしてそれぞれのコードをディグリ、数字で見ていくテクニックと、聴力を鍛えてコードの特色をつかんでいくという要素、この4つの要素が必要という話をさせていただきました。まあ、1本目の動画でこうバババッとお話をさせていただいて、僕の中でもあれはもうね、もうあれでもう全て終わったというか、あれでほぼほぼ全てなんですけれども、ちょっとこう2本目のこの動画ではもうちょっと深く掘り下げてお話をさせていただこうかなと思います。かなり応用的な内容ですし、実践的な内容ですし、めっちゃ難易度としても高いんですけれども、マスターするととっても便利な内容でございますし、普通にね、すごい便利です。本当にすごく便利です。ただすげえむずいです。すげえむずいけどめっちゃ便利。でもまあね、今までこう疑問に思ってたものがね、この動画でこう、すべてこう、わーわーわーって一本につながったなんていう方も結構多いと思いますので、ぜひ頑張ってついてきていただければなという感じでございます。はい。では、早速参りましょう。要素1、コードの知識について。これはその、過去の動画でバッチリお話をさせていただいているので、ちょっと不安のある方はそちらを参考にしていただければ良いかなと思います。シャープ、フラット、マイナー、セブンス。その辺のコードについてまだ不安要素があるとか、理解がまだ足んない気がするという方は、初心者のためのコード理論という動画を参考にしてみてくださいませ。初心者のためのコード理論。2本の動画に分けて、そのバレエコードとはどういう仕組みなのか、シャープとは何なのか、フラットとは何なのか、マイナーとセブンスとどうやってつければいいのか、そんな話をさせていただきます。いただいております。2本の動画をマスターしていただければ、この要素1のコードの知識は全然バッチリマスターできますので、ちょっと不安のある方はそちらを参考にしてみてくださいませ。そして要素2のダイアトニックコードについて、これも過去の動画でバッチリお話をさせていただいております。前回言ったように、その6個のキーとその7つのダイアトニックコードを覚えれば、丸暗記すればとりあえず OK。なんですけれども、そこからさらにもっと理解をしたいとか、もっと理解を深めたいとか、興味がある方は、理論的に興味がある方は、ちょっと参考にしてみてくださいませ。プチ音楽理論講座と検索していただくと、過去に僕がやってた理論講座のシリーズがバーッと出てくるんですけれども、それの第9回目の時にダイアトニックコードのお話をさせていただいております。そこでその理論的な話とか、どういう仕組みになっているのか、なんでこういう考え方なのか、そんな話をさせていただいているので、丸覚えすれば OK なんですけれども、もしそれ以上興味があれば、それ以上興味があれば、プチ音楽理論講座、検索をしてみて、第9回目のダイアトニックの話を聞いてみてくださいませ。興味があればで大丈夫です。そんな感じ。ではでは、3つ目の要素、ディグリーで見ていくという話ですね。そのコード進行を数字で見ていくという話をさせていただこうかなと思います。しかし、前回のその1回目の動画で言った内容が、まあ僕にとってはもうほぼほぼ全てです。動画の中で全部言っちゃいました。バーッつって。ただまあちょっとそれの応用として、さらなる要素として、ノンダイアトニックができたらどうするかっていう話とかをさせていただこうかなと思います。そして滝沢流のコードに対する考え方という話をさせていただこうかなという感じです。滝沢流のコードの考え方、ノンダイアトニックコードが出てきたらどうすればいいか、まあそんなような話です。ただちょっと気をつけていただきたいのが、一般的な理論書とか一般的な参考書と滝沢流の考え方は結構違いがあります。一般的な参考書、理論書の考え方と滝沢流の考え方、結構違いがありますので、そこだけご了承くださいませ。けど、こういうのも、こう言ってはあれですけれども、滝沢流の方が全然実用的ですし、実践的ですし、めっちゃおすすめです。なんか一般的な理論書とかと堅苦しく考えすぎなんで、なんかもっとこうね、ふわっとしていいんですよ、ふわっとして。なんで、まあ、滝沢流の一番の特徴としては、適度に緩く、適度に適当という感じでございます。結構この切り捨てていくんです、情報。どんな感じか、ちょっと見ていってみましょう。滝沢流の第一のルールとして、テンションとかセブンスとかコードについていたとしても、ダイアトニックの音内の音使いならば、同じコードとして省略していく。特別な表記はしないというルールがあります。ちょっともう一度。テンションとかセブンスとかついていても、そのコードがついていても、ダイアトニックの音内、つまりメジャースケールですね。C メジャースケールとか D メジャースケールとか、メジャースケール内の音使いであれば、特別な表記はしないというルールがあるんです。やってみましょう。まず、ディグリ、7つありますよね。1、2、3、4、5、6、7と。で、この中で、キーが C だったならば、C からスタートし、C、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー、まあ、B サムシングがあるようなという話をさせていただきました。で、
ダイアトニックノートというのは、つまりメジャースケールのことですね。キーが C とならば、ドリームファストフラッシュドのことです。ドリームファストフラッシュド。ドリームファストフラッシュドが何かしらこうくっついた音遣いをしているコードだとならば、特別な表記をしたいんです。例えば、C は1と見立てますよね。もちろん C は1と見立てます。でも C、アド9とか出てきて もう1として見出すんです。これが C メジャーセブンスとかに関しても1ですし、C メジャーナインスとかに関しても1です。テンションコードがついてても、ドリームファストフラッシュドっていう音遣いの中に住んでいるんだとならば、特別な表記をしたいんです。具体的に言うと、キーが C の曲で、コード進行がこういうのがありましたと。F、メジャーセブンス、G セブンス、E マイナーセブンス、A マイナーセブンス。こんな感じのコード進行があったとしますよね。これ、滝沢流でいくとすると、本当もう4、5、3、6、これだけです。なんでかっていうと、メジャーセブンスもセブンスもノンダイアトニックじゃないや、そのダイアトニックノート内の音遣いだからなんですよ。これ、一般的な理論書だと、その全部詳細に書いていかなきゃいけないんで、4、メジャーセブンス、5、セブンス、3、マイナーセブンス、6、マイナーセブンスかな。ちょっとこの4と6のこの書き方がちょっとなんか自信ないですけども、これ合ってるのかな。ちょっとこれ間違えてたらごめんなさい。こんな感じでその、ね、ちゃんと詳細を記していくんですが、滝沢流の場合は、結構情報をすっ飛ばして書いていきます。なんでかっていうと、そのテンションコード、特にセブンスとかに関してですね、この辺はそのプレイヤーの一存に任せていい要素だと思うんですよ。その、もちろん、なんていうんですよ、その、ね、必要なテンションとかあったりとかするので、例えばその F、F メジャーナインスというコードが出てきて、このナインスの音が、ね、めちゃめちゃ印象的だとならば、まあ、ちょっと4メジャーナインという形で、こちらのナインスは弾こうぜみたいな感じの書いたりとかするんですが、曲を聴いてその、ね、あのメジャーナインスが印象的な曲は別に、ね、そのメジャーナインスって書かなくても、やっぱりメジャーナインスを弾いちゃうもんなんですよ。その曲になんか身を委ねるというわけじゃないですけれども、その曲に合わせてその、ね、ボイシングをしていけば、自然とそういうテンションになる。パターンがほとんどだと思うので、僕は基本的にその4の後に何スがつこうが、13スがつこうが、11スがつこうが、シャープ11スか、4の場合はシャープ11スがつこうが、特にそういう表現はしないかなという感じですね。メロディーを聴いていれば自然とそういう音遣いになるはずなので、特に、そういったことは書かないなよって感じです。で、ダイアトニックの音内の音遣いならば、基本的に、特別な表現はしないということは、逆を返せば、ダイアトニックの音外、ダイアトニックノート内に存在しない音遣いをした場合は特別に表記をするという必要があります。これまずちょっと具体的に見ていきましょうか。どんなことかというと、C7 というコードが出てきたら、これ絶賛ノンダイアトニックですよね、C7 です。この C フラットの音がついてしまっているので、絶賛ノンダイアトニックです。こういうときはちゃんと G7 という書き方をします。他にもその D7 というコードが出てきたら、これも絶賛ノンダイアトニックですよね。F シャープの音が入っちゃう。なんで、こういう時もその27と書く。F マイナーというコードが出てきても、4マイナーと書きますし、こんな感じで、ラフラットとかソシャープとか、ノンダイアトニック、ダイアトニックの音内、つまりメジャースケールの中の音には入ってない音遣いをコードがした場合は、特別に表記をしていくというルールがあります。で、これもね、また同じような感じで、その、シャープ9とか、フラット9とか、なんかそういう際どい音遣いっていうんですかね、まあ、そういったものが出てきたら、その書くとき書かないときあったりとかするんですけれども、印象的で、その書くスピードにまだ余裕があるときは書いたりしますが、大体まあ省略して書いてしまうような感じですね。こんな感じの考え方をしていきます。で、前回の動画のコメントにもあったんですけれども、ノンダイアトニックが出てきたときはどうするんだなんていう話がありましたが、全然これの延長線上です。特別な考え方をするわけではなくて、この延長線上です。今みたいにその1、7とか、4、マイナーとか書くような感じで、3フラット、つまり E フラットですね。E フラット出てきても3フラットって書きますし、A フラットが出てきても6フラットって書き方をします。本当もそれだけです。はい。なんとなくイメージがつかめますでしょうか。で、ノンダイアトニックの考え方をお話しさせていただきましたという話をさせていただきましたが、まあ、ノンダイアトニックって言っても、まあ、すげえ幅広いわけですよね。まあ、そりゃそうですよね。で、そのコードっていうのはほぼほぼ無限にあるわけなんですよ。まあ、すっげえ膨大な量があるわけなんです。コードの種類なんていうのは。で、その膨大にあるコードの種類の中の7個のコードだけがダイアトニックコードなんですよ。で、この7個だけのダイアトニックコード以外のコード、すべてのコードをノンダイアトニックって呼ぶっていうカテゴライズをしてるんですけども、まあ、言ってみればどんだけノンダイアトニックあるんだって話じゃないですか。7個に対してほぼ無限ですよ。どんだけノンダイアトニックあるんだって話になるじゃないですか。けど、
そんな膨大の数あるノンダイエット肉の中でも1軍2軍3軍以下っていうのがあるんですよ。1軍2軍3軍以下、1軍2軍、そして3軍以下、1軍2軍、大軍玉のメス、大軍玉、軍玉、何でしたっけ。そう、1軍2軍3軍以下、それを紹介させていただきます。1軍はもうこっちのダイエット肉コードを、ちょっと変化させるようなコードです。こんな感じ。C7th, D7th, E7th, F-, G-, A7th, B7th。C7th に関しては C フラットが入ってきちゃうんでアウトですよね。これ D7th に関してはファシャープが出てきちゃうんでアウトです。E7th はソシャープが出てきてしまうんでアウト。Fm はラフラット。Gm に関しては C フラット。A7 に関してはドシャープ。B7th は超絶アウトですよね。4和音なんですけども、その中のね、レシャープとファシャープ、両方とも半分か。半分の音がもうアウトの音になってしまっていると。これとかも超論外ですよね。こういうのを1セブンス、2セブンス、3セブンス、4マイナー、5マイナーという感じで書き表していきます。これがノンダイエット肉第1群って感じですね。1群。で、第2群に関しては、マイナーキーから拝借しているって考え方をするんですけれども、E フラットとか A フラットとか B フラットに関してです。これ、そのディグリで表すときは3フラット、6フラット、7フラットという書き方をしていきます。これが2軍ですね。で、その他は、3軍以下です。まあ、3軍以下の中でも、そのね、3軍予備とかなんかいろいろあったりとかするんですけどね、補欠とかでベンチとかあったりとかするんですけれども、まあ、そんな感じです。僕の中でこの1軍と2軍と3軍以下っていう考え方をしております。で、まあ、また別の質問で、ダイアトニックの7つの響きを聞き取れるようになったのはいいけれども、そのノンダイエット肉に関してどうしたらいいんだなんていう話があるんですが、ノンダイエット肉に関しても、ね、やっぱりその独特の響きというか役割があったりとかするんですよ。この7個のダイエット肉の響きを覚えられたならば、次にやるべきこととしてはノンダイエット肉の響きを覚えるという感じですね。けどダイエット肉の響きが全部覚えられたならば、そんな難しいことじゃないです。それの延長線上です。ちょっとプラスアルファで覚えればいいんです。そんな感じです。ではでは、ちょっとこの辺で一つ。参考程度に僕がいつもどんな感じで音を取っているかというところをご紹介させていただこうかなと思います。僕が曲を聴きながらコードを書くとき、どんな風に書いているのかと、そんなことをご紹介させていただこうかなと思うんですが、普通に一般の CD をここで、バッとかけてしまうととても大変なことになってしまうので、ちょっとまあオリジナルを使って、ご紹介させていただこうかなと思います。もちろん僕が作ったオリジナルの曲なんで、僕が知ってるからね、別にそのディグリーかけるのは当たり前なんですけれども、もしこれが仮に知らない曲であっても、本当にこのスピードでこんな感じで書いていきます。僕が今この曲を知らないと思って見てみてください。それでほぼ正解です。それではレッツスタート。ペンを持って聞き取っていきましょう。ここから。ここ4ですね。迷うこともあり、そして僕くらい今ここにいる。それは嘘じゃない、間違いじゃない、だからこうして君に出会えたんだ。こんな感じで聞き取っていきます。まあ、これ自分が知ってる曲だからね、こんな感じで書いてるっていうのもありますけれども、いや、そういうわけじゃないな。自分が知ってる曲だからこういうスピードで書けるってわけじゃないです。これ全く知らない曲でもこんな感じでいつも書いてるって感じですね。4からスタートして、5、4。で、5で、3、4。こんな感じの響きになるわけです。
本当にその聞き取りの能力がね、うまくいけばこんな感じで知らない曲であってもそのバババと聞き取ることができるって感じですね。ちょっと本当はそのね、僕は知らない曲でそのね、ご紹介したいところなんですけども、ちょっとまあ著作権的にそれは非常にまずいので、ちょっとオリジナルでやらせていただきましたが、本当にいつもこんな感じを撮ってるよという感じです。で、ノンダイエットインクとかオンコードに関してはまあこんな感じで書いていくってところですね。ここのところはそのコードネームで言うと B on A か。B on A なんで、5 on 4ってことですね。で、3があって、6があって、2があって、3セブンス。ここはそのキーが G だから、キーが E だから、G シャープセブンスになるのかな。G シャープセブンスだから、C シャープが出てきちゃうんですね。C シャープ。で、その次、C シャープマイナーセブンスから C シャープセブンスに行くんですけれども、この時にその、ファシャープ、ミシャープか。ミシャープが出てきてしまうんで、ノンダイエットに行くと。ここも同じですね。C シャープ。で、ここは、ファだから、ラシャープか。まあ、こんな感じでノンダイエットインクができたときは特別に表記をするというような考え方でございます。なんとなく参考になりましたでしょうか。これがまあノンダイエットインクとか出てきたときのディグリの考え方、そして滝沢流のコードの考え方、コードに対してのアプローチの仕方という感じですね。で、曲を聴きながら、メロディを聴きながら、そのボイシングに関してはちょっとこっちで試行錯誤をしていくという形になります。はい、そんなわけです。ありがとうございます。4つ目。そのコードの聴力を鍛えるという話ですね。これに関してはすごいいろんなやり方があるんですが、とりあえず一番最初に参考にしていただきたいのが、ソルフェージュという本を使って音感を鍛えていくという方法です。ソルフェージュ。これもですね、お話をさせていただいております。過去の動画で滝沢流音感を身につけるメソッドっていう動画があるので、ちょっとそちらよかったら参考にしてみてくださいませ。ソルフェージュという教材を使って、まあ、どんな感じでその音感を鍛えていけばいいのかという話をさせていただいております。で、ちょっとまあそれは割愛して、最終的にじゃないか。とりあえずまあ最初の第一歩として、7個のコードが聞き取れれば OK なわけですよ。7個のコード。まあ、前回もその話をさせていただきましたよね。それぞれ7個のコードに対して役割みたいなのがあって、色みたいなその雰囲気みたいなのがあって、なんかその役割みたいなのをその、ね、感じ取ることがまず大事だと。で、その中で1と、ここに関してはご紹介をさせていただきました。こいつはもうすげえ不安定なやつだと、緊張するやつだと。でそれに対してもこっちはもうすごい、ね、超安定している、出来すぎくんだと。もうドラえもんからの、おっ、そんなこと違うか。なんだっけ、僕ドラえもんみたいな感じの、そんな感じの安定感があるわけですよね。すげえ不安定なところから行って、そのバーンってなると。これがまあ1と5の特徴って感じです。その他のコードについてもちょこちょことお話をさせていただきますと、その次に分かりやすいのは4かなと思います。4。4は僕の中でこうなんかちょっとぶら下がってるような感じがするんですよね。ぶら下がってるような感じです。ぶら下がってて1に行くとなんかこう着地するみたいな。なんかぶら下がってて、なんかこう着地する。なんかこっちの着地ぶりがその、こっちの緊張の着地じゃなくてなんかぶら下がってる中途半端な感じの着地になりますよね。緊張だと、ドラえもんみたいな感じの緊張はこれ。これはなんかその別に困ったんですよね。ドラえもん、何枚伸びたくん。ドラえもん、何枚伸びたくんみたいな感じの、別に緊張してない、なんかぶら下がっているような感じの不安定感って感じですかね。別に不安定なわけじゃないですよね。安定しますよね。安定してるけども、この1にした時に着地感は確実にあると。この中途半端な感じのぶら下がっている感じが4の特徴かと思います。で、4と2はすごい似ているので、この2つをセットで覚えると良いかと思います。2も結構ぶら下がっている感じなんです。2もぶら下がっている感じです。これなんでかっていうと、キーが C に限定して言うと、Dm、2のコード Dm は、構成を見るとそうレファラなんですよ。で、4のコード、これ構成を見るとファラドなんです。こうやって見ると、うわお、めっちゃ被ってるって話になるじゃないですか。なので、コードの役割がすごく似ているんです。けど、似てるけれども、やっぱ確実にその響きは違うと。なんか2のコード、この Dm に関してはなんかすごい、雲の向こうからのコードのね、浮遊感なんですよね。なんか雲の向こうで突っかかってる感じなんです。なんかすごい、向こう側突っかかってる。で、それに対して F っていうのはなんかこうね、なんかこの下からこう突っかかる感じの。上から突っかかって着地。上から突っかかって着地。下から、うらっつってこう着地。なお違い分かりますでしょうか。上からこう、わーっつって、こう、下からこうわーっつって、なんか向こうからこうわーっつって、こう下からうわーっつってからの着地。上からわーっつってからの着地。下からこう打ってからの着地。
なんだかわかりますでしょうか。僕の中でこの2番っていうのは、なんか上からの、なんかこうね、つかかりというか引っかかりという感じです。で、その4番というのはその下からのつかかりという感じです。で、1番に行った時にその着地感は必ずあると。これがその2と4の特徴って感じですね。で、2と4、すごいコードの役割が似ているので、この間違いは、ありだと思います。僕も実際にその、レッスン中にそのコードの聞き取りトレーニングというか、聞き取り練習をしたりとかするんですけれども、F と Dm、つまり2と4ですね。この2つの聞き間違いは OK といつもしています。本当は2なんだけども、4って言っちゃったとしても、それはまあ、仕方がないです。それはまあ、OK な間違い。けどまあ、4のコードを5って言ったら、それはまあ、間違えたらダメだよって話をしてるんですけども、2と2、4と2に関しては、これは間違えてもまあ、許せる間違いですという話をいつもしております。こんな感じ。で、その次分かりやすいのはこれ6ですね、6。こいつ。この人は1と一緒で、とても安定感のある音です。ただ、安定感があるんだけれども、暗い、安定感なんですよ。緊張から解決するんですけども、ありがとうっていう感じの、なんかこう渋い感じの安定感ですよね。ありがとう。こっちはなんかこう、Thank you って感じだけど、なんかこっちはなんか、ありがとうって感じの、なんかあれですよね。解決感は十分あるんだけれども、暗い解決感という感じです。暗い解決感。で、最後に残るのはこの3ですね。まあ、最後じゃないけども、まあ、ちょっとこれ最後と思ってください。最後。3。これはですね、何の役割もね、中途半端な野郎です。消去法で見てって、1でもねえし、コードを聞いて1でもねえし、なんか4でもねえし、5でもねえし、なんだろうかなっていうときは大体3です。特色のね、つまんねえ野郎です。3。4でもねえし、5でもねえし、6でもねえし、なんだろうな、これって言うと大体3です。まあ、こう言うとまた怒られるかもしれないですけども、僕の中でそんな感じでした。僕がこういう聞き取りに対してまだね、強くない頃、いろいろこうね、考えて、これあれじゃねえかな、あれじゃねえかな、多分 F だな、多分 G だなって考えてた頃は、こんな感じで考えてました。すごい消去法です。3に関してはなんか全然わかんなかったんで、どれのコードにも属さない時は3だなっていう感じで考えてました。まあ今ではね、普通にバッて聞けば3ってわかるけれども、わかんなかった頃は消去法で3って考えてました。まあ皆さんにとってはね、3の聞き取り能力っていうか、その3の色はあるかもしれないんですけども、僕はこんな感じです。で、本当に最後、こいつ。7。これは別に説明しなくても絶対わかります。なんでかっていうと、その単品に聞くと、めっちゃ不協和音なんですよ。もうこの7個のコードの中でも群を抜いて不協和音です。もうすごい、いきなりもうどうしたこれっていう感じのすごい不協和音。なんか今までこうなんかね、なんか猫キジ、犬猿とかなるとかで、なんかね、この小人とか可愛い熊さんとかの中で急になんかデーモン閣下みたいな、うぇーみたいな感じの響きがするじゃないですか。なんかこうね、猫犬熊カバーとか言ってるのかで、うぇーみたいな感じの、デーモン閣下がいるので、これはもうね、説明しなくてもすぐわかるかと思います。普通にこうね、可愛いので、ね、って感じがしますよね。これが7の音です。7は多分速攻でわかります。説明しなくても全然わかると思います。でも実際6個のコードが聞き取れれば万々歳って感じですね。こんな感じで判断をしていくと良いんじゃないかなというか、まあ、僕は昔はこういう考え方をしてましたという話でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。以上です。それぞれちょっと深く掘り下げてお話をさせていただきましたが、結構まあ難しい内容になってしまったかなとは思います。けれども何度も言いますけどもね、本当にちゃんとバッチリ理解できればすげえ便利なところだと思いますので、よかったらぜひ頑張ってマスターをしていただければと、覚えていただければ、理解をしていただければという感じです。で、1本目の動画の中でたくさんコメントいただいたんですが、その中でちょっと答えた方がいいかなという質問がいくつかあったので、2つ、最後に余談として取り上げさせていただこうかなと思います。たくさんのコメント、ありがとうございます。よかったらこの2本目の動画もたくさんコメントしてねっていうね。Please subscribe me みたいな感じの。よかったらコメントしてね、今いっか。まあ、コメントしてください。なんだっけ。そう、質問に答えさせていただこうかなと思います。それは何かというと、まず一つ目。キーはどうやって探ればいいかという話です。いろいろこう数字で見ていくとか、ダイアトニックっていう話を理解したのはいいけれども、曲を聴いた時にその曲のキーはどう判断したらいいんだっていう話なわけです。いくつか方法があるんですが、最初のコードと一番最後のコードは1である可能性がすごく高いので、まずそこを当てていくっていうのが一つの方法です。
とりあえず曲をバーッと鳴らして、このコード当てずぽうで弾いていくわけですね。本当は当てずぽうです。曲がこうある中で、これかな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 、これだーっていうのを見つけていく作業です。それまでもひたすらこの当てずぽうでやっていくしかないです。バーンっつって。で、これだーってなったコードが、まあ、キーである可能性が、まあ、3割ですね。3割。そこそこ高いです。3割。で、それが違った場合、さあどうしたらいいかっていうと、消去法で探していくような感じです。消去法で、キーを探していきます。例えば、なんかいろいろこうバーッと探っていく中で、この曲の中で、この部分で確実に G は使ってるなとするじゃないですか。G。G というコードは確実に使ってるぞと、なったとしますよね。で、G が出てきた時点で、キーが3つに絞られるんですよ。ノンダイアトニックコードとして G が登場してきた場合はその限りではないんですけれども、基本的に G が出てきた時点でキーが3つに絞られるんです。わかりますか？前回お話しさせていただいたそのダイアトニックコードのあの一覧、あの丸覚えしてらっしゃれば、あのわかりますよね。あれを丸暗記してればわかるはずですよね。コードが G って出てきた時点でキーが C か G か D に限定されるんですよ。ちょっと書きましょうか。D マイナー。C の場合はこんな感じのダイアトニックコードっていうわけです。B サムセン、D、E マイナー、F シャープマイナー、G、A、B マイナー、C シャープサムセン、G、A マイナー、B マイナー、C、D、E マイナー、F シャープサムセン。はい、こんな感じ。イエス！わかりました。ここか、ここか、ここかっていう話なんです。もう3つに絞られるんです。で、またこういろいろこの耳こびを探っていく中で G コードとはまた別でこの部分で B マイナー使ってるなっていうのを見つけたとするじゃないですか。もうこの時点でも確定なんですよ。もうこれしか嘘です。嘘でした。選択肢が2つに絞られました。ちょっとうまく嘘つきました。熱く嘘つきました。ありましたね。ありますね。あのこことここです。あのはい。今ちょっと C、はい。ここが、この選択肢が今消えました。で、こういろいろこうまた弾いていく中でね、なんかこう D とか出ちゃったりとかしてね、こうするとね、またね、あのどっちの要素も言えるじゃねえかって話なんですけどね、そうなんですけどね。まあ、ここでまあ、じゃあ、例えばそうですね、Aマイナーとか出てきたとしましょう。そうすると、あの、確定になるわけですね。はい。こんな感じの消去法で、考えていきます。そうですね、どうすればバッチリ出てくるかな。ちょっと難しいところですけども、じゃあ C メジャー7としましょうか。C メジャー7です。これ。今回の動画、一連の動画の中で説明させていただいてないんで、ちょっとね、何だそれって感じなんですけども、メジャーセブンスっていうセブンスが付けられるのは、ディグリーでいうところの1と4以外にないんですよ。メジャーセブンスを付けられるのは1と4だけなんです。ってことは、Cメジャーセブンスが1に来るキーか4つ目に来るキーかのどっちかって感じですよね。わかります？ Cメジャーセブンスっていうセブンスのテンションは、1か4にしか付けられないんです。なんでこの C メジャーセブンスが1に来るのか、それとも4に来るのかのどっちかの話なわけです。つまり、キーが C なのか G なのかどっちかってことですね。ここなのか、それともここなのかっていう話です。もうこの C メジャーセブンス1個だけでもう、こんだけ限定されるわけです。で、その次 D とか来たならばもう確定ですね。キーが C の中に D っていうコードは入ってないので、これでほぼほぼ確定って感じです。けどまあ、D7 スっていうノンダイアトニックっていう可能性もなきにしはあらずなんで、まあ、確定といえども、まあ、8割、9割の可能性、可能性というか、その確率だったりとかするんですけども、まあ、ほぼほぼ確定で間違いないです。こんな感じで、消去法で考えていくようなのが、まあ、基本的なところかなと思います。こんな感じでキーを探ってみてくださいませ。はい。で、もう一つの質問。ディグリーの書き換えの練習をするときに、一本目の動画の三つ目の話ですね。そのディグリーを数字で見ていって、そのカポをつけたりとかして、なんか3カポ、5カポとかにして、コードを書き換えるという練習をするときに、ちょっと疑問があると。で、その疑問というのは何なのかという話をさせていただきますと、まあ、いただいた質問の話をさせていただきますと、というときに、そして3カポで、で A、E、F シャープマイナーになるのはなぜだという話です。C、E、A マイナー。これが三角形になった時に A、E マイナー、F シャープマイナーになるのはなんでだというコメント結構たくさんありました。これ、例えるならば、そのカポタストっていうのはその厚底ブーツなわけですよ。厚底ブーツなわけです。もう三角形にバーッとやった時点でその3センチの厚底を履いている状態なわけです。音っていうのは、音階っていうのは、その最初このラからスタートして、ラ、どうしようかな、ドからにしようかな、ドからにしましょう。ド、ドシャープ、レシャープ、ミ、ファ、で、ファ
ファシャープ、ソ、ソシャープ、ラ、ラシャープ、シ、ドっていう感じのこの音階があるわけじゃないですか。で、普通にカポなしの状態だったならば、その厚底を履いてないんで、普通に C 弾けば C ですし、D 弾けば D という感じです。けど今、厚底3センチのブーツを履いているので、このまま C 弾いちゃうと、このままブンブンブンつってこう E フラットになっちゃうんですよ。もしくは D シャープ。これはちょっと困ると。なんで、厚底3センチのブーツを履いて C になるようにコードを弾いていく必要があるわけなんです。つまり、ここですね。A を弾けば厚底3センチ効果によってブンブンブンって C になるんで、すなわちこれが、C というコードになるんです。そんな感じの考え方です。形としてはその A ですけれども、出てる音としては C なわけですよ。なんで C っていう名前がつくのかっていうと、そのドとミとソ。このドミソっていうその和の集合体だからなんです。この形のことを A と言ってるわけじゃないんです。出てる音の話をしてるわけなんです。形が A であっても、鳴ってる音はド、ソ、ド、ミ、ソなんですよ。ド、ソ、ド、ミ、ソ。ド、ソ、ド、ミ、ソ。これが5カポの場合でも一緒ですね。ド、ミ、ソ、ド、ミ、で、ド。ド、ミ、ソ、ド、ミ、ド。なんていう音遣いをしてるわけなんです。つまり結局 C なわけです。ちなみにこの場合だったら、厚底5センチですね。厚底5センチ。厚底5センチなんで G の方も弾けば、バン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 という感じで C の音になるという、そういう寸法でございました。ちょっとまあ、ね、言葉足らずでその辺混乱させてしまって申し訳ないなって感じなんですけども、まあ、説明させていただきますと、こういうことでございました。そんな感じです。ではでは、本当に次、以上でございます。ちょっとね、理論的な話というか、理屈的な話というか、すごい抽象的な話も多くて難しかったと思うんですが、ぜひ頑張ってマスターをしていただければという感じでございます。長い間ありがとうございました。それではまた何かありましたら、ぜひコメントの方にお気軽にご質問と書いてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。